回 の、 あのグラビティマスターっていうのは、カーボンコンポジットという最先端の材料を使ってます。これはあのホンダジェットの胴体にも使われている素材でして、非常にあの強度が高いけれどもウエイトは軽いという、そういう特徴があります。いかに強度を上げていかに重量を軽くするかということが非常に重要になってきますから、このような最先端のコラボレーションによってカーボンコンポジットを最大限に活用すると、 G-SHOCK にホンダジェットのその技術と重ね合わせて非常に魅力的な時計になったんじゃないかと思います。ホンダジェットあるいはあの飛行機を開発して認定を取るためには非常にたくさんの試験をしなくてはいけないです。例えばもちろん飛行試験によって限界性能を確認する、強度に関しては非常に高い G のマニューバーをかけたような時でも機体構造が持つこと、環境試験としましてはマイナス40度といった低い温度でも構造が成立すること、そういういろいろな試験をパスしなくてはいけないです。今回グラビティマスターに使っているカーボンコンポジット、この材料も全くホンダジェットと同じコンセプトでして、強度ですとか耐衝撃性、そういうのを満たしながら軽量化を満たしているということで、非常に手に取った時にそのハイテク、それから軽量化、こういうのを感じ取っていただけるんじゃないかと思います。最初にこだわったのはまずダイヤルです。ホンダジェットのこう非常に明るいブライトなホワイトとアイスブルーといいまして、メタリック感のあるブルーで、そのコントラストを今回のコラボレーションモデルのダイヤルにオマージュとして取り入れてます。インダイヤルの部分にはホンダジェットの機体のイメージを使った針です。インディケーターを実際にスケッチしまして、それをこのデザインに取り入れてます。リーディングエッジに関しましては非常にあのポリッシュした仕上げになってまして、そういうポリッシュした仕上げのイメージをボタンのプロテクターにも使っております。またジェットエンジンのタービンのファンのイメージをこのリューズにも取り入れまして、そういうダイナミックなイメージが伝わるようなリューズのデザインになってます。バンドなんですけれども、ホンダジェットの特徴である最高速ですとか最高高度ですとか航続距離なんかがバンドの中に付けられています。このようにどちらもタフネスですとか軽量化ですとか、飛行機と共通するような機能美っていうのを出すことができたんじゃないかと思います。そして最後に、現役のパイロットだけではなくて、将来これからパイロットを目指すようなそういう方たちにもぜひ使っていただいて、プロのユーザーだけではなくてビジネスマンの人たちにもぜひ使っていただきたいと思います。